アシナゴラス総主教像、アシナゴラス一世はギリシャ、聖教会在米国大主教区大主教、コンスタンディヌーポリ総主教。アシナゴラスは現代ギリシャ語天舎であり、アテナゴラスは古典ギリシャ語の再建音天舎。1886年に、オスマントルコ帝国領、イピロス地方に近いバシリコ村に、俗名をアリストクリスマテウスピルーとして生まれた。1906年に、 コンスタンディヌーポリ総主教庁の下にあり、イスタンブールに近いハルキ島の神学校へ進む。1910年に、タスクサイに、女性され、ペラゴニア主教区の大執事を経て1918年には、アテネのメレティオス大主教を補佐する首、タスクサイに任じられた。1922年から1931年まで、執事のまま、コルフ主教を務める。その間に訪米し、 ギリシャ聖教の文書館で、進学研究の資料調査に当たると、1930年、在米のダマスキノス不死教より、ホテオス2世に、南北米州の死教区を融和させる適任者として、推奨を受けたことがきっかけで、1931年2月24日に、在米国ギリシャ聖教会、第二大外死教に選出されて赴任。ところが置かれたばかりの同教区は大首教派と、 ベニゼロス派の対立で分裂し、まとまることができずにいた。そこで、アシナゴラス大司教は、司教区の教会管理を中央集権化し、自分を除く司教を全員、助教として任命し直すとともに、司教から司法権を除去、大司教を支援する役割に縮小した。また、聖教会コミュニティと積極的に協力して、調和を目指すと、 聖職者と信徒のコングレスの担当分野を広げると、共に、聖十字人学校を設立。はじめこそ、反発が強かったが、有能な大司教として指導力を発揮するうち、愛と献身を得るに至った。アテナゴラス大司教は1933年10月22日に、ニューヨークアッパーイーストサイドにある、聖三味一体大司教座制度を礼拝同性正式を取り行い、 アメリカのヘレニズムを代表する大聖堂と呼んだ。1938年に帰化、アメリカ市民となる。1948年11月1日、選挙により61歳でコンスタンディヌーポリ総主教座に着座。翌1949年1月、トルコのイスタンブールまで自家用飛行機で送らせたいという、アメリカ合衆国大統領ハリー・エストリュマンの申し出を受けている。 総主教として世界教会協議会を介して前向きにエキュメニズムに関与することになる。総主教はカトリック教会、聖公会との対話に努めエキュメニズムに取り組んだ。パウロ6世とは1964年にエルサレムで会談し、その後1054年の相互波紋は聖教会、カトリック教会の双方から取り消された。 1965年のカトリックと聖教会の共同宣言を作成し、1965年12月7日、ローマでは第二バチカン公会議の公開の議事の一つとして、またコンスタンディヌーポリでは特別式典の席上という二つの場を得て読み上げられたのである。仏義を醸した宣言は、教会の東西分裂を終わらせることはなかったものの、むしろパウロ六世と足ゴらス こうしたエキュメニズムへの取り組みは、政教会内の保守派から厳しい批判を受けた。その急先鋒の一人で公然と批判したのが、在外ロシア政教会の不主教フィラレートであり、1965年に、総主教へ宛てた手紙の中で、総主教がローマカトリック教会との和解を務めることは異端に、つながる恐れがあると非難した。ただし、もともと、1五十四年の総合波紋において、 双方の協会が波紋対象とした者たちは個人的な限定された範囲に留まっていたこともあり、1054年の相互波紋の解消も象徴的な意味合いを持つに留まっている。総主教は1972年7月6日、腰椎骨折で入院した翌日、イスタンブールで腎不全のため営民した。満87歳。 ブラケルナへの聖母マリア教会の敷地内墓所に眠る。ありがとうございます。